full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. こんにちは、リコです。本日は赤リップの中でも大人っぽく見える私のおすすめのリップを5本ご紹介していきたいと思います。それでは早速ご紹介していきます。はい、ということで、まあ、今回はまず全部デパコスにしました。なんか大人っぽく見えるっていうのもキーワードだなっていうふうに思ったので、そうなった時にやっぱデパコスがいいのではないかと思って全てデパコスにさせていただきました。ブランドさんがねちょっとかぶってる部分もあるんですけど、でも最後まで見ていってくださると嬉しいです。で、ちなみに今日はね、これファンの方からいただいたイヤリング。かわいい。ありがとうございます。嬉しいですね。やっぱりこういうプレゼントいただくと。で、さらにそういうの身につけた日にはテンションが上がるということで、まあこの辺にしといて、スティックの方からご紹介していきます。まず最初、こちらです。こんな感じです。結構色はパッと見深めなんですけど、出すとこ間違えたかな。こんな感じです。どちらかというと紫っぽい感じの赤さでもあって、でもねやっぱりこのなんて言うんですか、ね、すごいマットっぽくはないんですけど、こうやってやったらもうポンポンってつくぐらい、なんかそこまでマットすぎないので、結構唇にも優しい感じでつけれるんですけど、やっぱつけた時には本当にはっきりしてくれる色なのですごくいいんですよ。黒とかのトップスと合わせてあげてもすごくなんて言うんですか、ね、ダークすぎず使える色になってます。いや、赤リップっていいですよね。やっぱり赤の中でもいろんな種類があるし、ただの赤じゃなくてみたいな、紫っぽくなってたりとかピンク寄りの赤だったりとか、なんか赤って結構つけてみると変わったりするから、一回こうやって肌の色を見るためにも手とかにつけれる場所であったら、あの手につけてとか塗ってあげたりした方がいいかなっていう気はします。で、続いてこちらです。こんな感じです。これも出してみます。あ、またここに出しちゃった。なんでまたここに出しちゃったよ。こんな感じです。でもこれもさっきと同じようにすごいどちらかというと紫っぽい感じの赤なんですけど、でもさっきのよりかはやっぱり赤みが強いかなっていうふうには思います。マットなので本当にもうしっかり端から端まで、あの唇にフィットしてくれるような色になってます。特にマックさんは本当に発色がいいので、あのツヤ感とかよりマットさと発色を求める方はこのマックのマックさんのリップをおすすめします。これはねだからあんまりそのアイメイクを抑えめにしてこれで唇を際立たせるメイクとかもすごく可愛いなっていう風に思います。で、続いて最後のスティックシリーズ、こちら。これは事務所の方に誕生日プレゼントでいただきました。去年17歳17歳の誕生日でなんかデパコスをもらってすごく嬉しかった記憶があって、ですっごい可愛い赤なのでお気に入りです。見て可愛くないですかこの赤。ちゃんと今回はこっちにやった。マットさっていうよりかはツヤ感がある方のリップになっておりますけど、本当にこれは割とザ赤っていう感じなのかな。でもねどちらかというとさっきとは違ってピンク味がある感じの赤かもしれないです。もうそれこそ今日の洋服とかこのゴールドアクセント、女の子っぽさもある上品な時とかにもうすっごい向いてる赤だと思います。だしなんかこういう赤は結構トーンアップ系の下地とかを使ってツヤ肌と白肌の時にこういうのつけたりするとすごいちょっと韓国風にもなるし女の子らしさも増すような赤で、すごく万能だと思います。これは可愛い。もうなんか初めて赤の色味を買う方とかにはおすすめです。はい、そして続いてこちらです。ここからリップバージョン、スティックバージョンです。塗るところがねまず結構特徴的なんですけど、これが結構唇にフィットしてくれる。やっぱりパウダーって入ってるので、その塗った時の質感がすごいパウダーっぽいんですよ。本当にマットっていうか、ね、今結構たっぷり塗ってるんであれなんですけど、色味的にはこんな感じです。すっ
すごいもう赤って感じですね。これも本当に一番ザ赤って感じなのかな。こんな感じでもすごく可愛い色味なのでおすすめです。なんかそれこそアイラインとか濃く引いてこういうリップを合わせてあげると強めのメイクになったりとか、なんかこのリップの濃さが濃ければ濃いほどメイクでいろいろ組み合わせで変えれると思うので、ぜひいろいろやってみてほしいなっていうふうに思うんですけど、なんかスティックバージョンでもうすごいマットな質感で真っ赤がいいっていう方にはおすすめのリップかなっていうふうに思います。早いものでラストですね。ラストこちらです。この999番がすっごい人気らしくて、女子高生にで店員さんに教えていただいて買いました。本当にね、まあ、確かに女子高生とかが好きな、私も女子高生なんですけど本当にみんなが大好きな色って感じです。こちらもうパキッとした赤っていう感じなんですけど、この赤は本当に結構どんな色にでも合う赤かなっていう風に思います。派手めなというか明るい赤みたいな感じがするので、でこれも結構塗った感じは割とマット、冬とかね、なんかもうモテニットにこれ合わせてもうモテみたいな感じになりそうな色なんですけど、でも本当にこれもこれで可愛くて、でも大人っぽさもある。やっぱなんかディオールさんっていうのもあって、質感とか結局塗ってトータルで見た時には本当になんか甘すぎず辛すぎずちょうどいいバランスのリップなのですごくおすすめです。でもさっきとは違ってやっぱこっちの方が赤の中でも明るさはまたあるな、一番明るいんじゃないかなっていう感じはします。はい、ということでこのねスティック2本とリップ3本計5本ご紹介していったので、どれか1本塗ろうかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりいただいたものですごく思い入れもあるアディクションの赤を塗っていきたいと思います。なんか結構塗ってみるとやっぱりこれはどちらかというとピンク味のある赤だなっていうふうに思うんですけど、やっぱすごいマットすぎずで、こうやってねいろいろ唇の動きとか光の当たり具合によってツヤ感も出てくれるリップなので、そこで大人っぽさもプラスされるかなっていうふうに思っております。はい、というわけで本日は私的大人っぽくなれる赤リップおすすめ5本をご紹介していったんですけど、いかがだったでしょうか。久しぶりにあこのリップあったとか、あこのリップいいなとかいう風により思えることができたので、すごくいい機会でした私的にもありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。